ックバトル恐怖症になっちゃったの。集合体恐怖症かわいすぎか。モルペコ、モルペコを出したとしても何も今の現状は変わらない気がするから、いや待って、モルペコとかできる、いやモルペコできる、モルペコでこう、これ一回あれをして、そうしてこうしよう、一回ここでまずモルペコちゃんで猫騙しをします。はい、まず猫騙しをして相手をひるませます。おはようございます、サンドシャスです。本日はピカチュウガラルの姿のモルペコちゃんを使っていこうかなというわけなんですけれども、この対面そうだな、なんか強いやつしかいないけどな、ウオノラゴンが怖いな。ウオノラゴン、そうだな、先手来るならヒヒダルマかなっていう感じなんで、まあちょっとフレアドライブは怖いけど、ガルドから出して、でウオノラゴンね、問題ウオノラゴンなんだけど、そうだな、まあ、今回の活躍させたい、まあ、ピカ様連れて行きのこれ、ね、ラプラスを連れて行きたいんだけど、そうなるとパッチラゴンがねすごいねめんどくさくて、ただそうだな、ラプラスかミミッキュかっていう話なんだけど、ただちょっとガルドモルペコってなるとなんかちょっと薄い気がするから、これラプラスで行きますか。はい、対戦よろしくお願いいたします。このモルペコね、ちょっと最近配信やってて、なんかギルガルドじゃない、ギャラドスが俺が使ってるパーティー基本的にね、きついなっていう話をしてて、なんか電気タイプのおすすめのポケモンいないっつったら、いつもね配信に遊び来ていただける方か、おウルボに入ってるヒヒダルマから来る、そうヒヒダルマを持ってるやつは大抵ヒヒダルマから入ってくるから、ここはヒヒダルマインので、多分ここフレアドライブしてくるんじゃないかな。ここを禁止で受け止めて、禁止でフレアドライブを受け止めれたとするなら、相手の A が1段階下がって次のターンフレアドライブを一撃耐えることができるって言おうとしたんだけど、相手はトンボ返りをしたから、まあいいかなここは。けどまあとりあえず A を下げれたからいい、次もう1回トンボしてくるのかなって考えると、まあけどインファでもいいんじゃないかなって思うんだけど、で引き先がどこかなっていう話なんだけど、まあなんだろうな、個人的な予想だけど、ミミッキュはないとしたらドラパか、パッチなのかな。炎技持ってそうなのはドラパかパッチってなると、影とか、あ違う、影は違う、ただまあインファイトでしょ考えに考えた末、脳死インファイト、トンボ返りをしていく。ただこのギルガルドは今回タスキじゃなくて食べ残しなんで、まあこれは別に全然痛くない、多分初手に出してギルガルドってことで、まあワンチャンそのタスキなんじゃねえかみたいな線も含めてるとは思うんだけど、相手はまあ別に俺がタスキじゃなかったとしてもトンボで帰ってると思うんだけど、まあそうタスキじゃないから全然これは何だったっけ、食べ残しで全開できると。でパッチラゴンにしてくる、はいはいはい、これで巨大マックスして、巨大じゃない、ダイマックスをして、ダイマダイジェで S を上げてからのダイバーンとかをしてくるのかなっていう感じではあるんだけど、ここは半分削っていって、インファイトで特攻じゃない、防御と特防が下がっていく。はい、で食べ残しで体力が全回復していく。そうこのターンなんだけど、相手がダイマックスをするのであれば、いやけどこの体力のパッチラゴンにダイマックスを積みにくいんじゃないかなっていうのもあるっちゃあるんだけど、そうだねってなるとちょっとモルペコ出しにくいねこの試合ね。ラプラスに引いてもいいんだけど、ただパッチラゴン相手にラプラスを出すとダイサンダーとか、そう第3ダーで確かラプラスが一撃で落ちちゃうはず。パッチラゴン引っ込めるんだ。で何してくるんだろう、ドラパルト、はいはい、ってことは、ドラッパ、パッチ、ゴリランダーの3体。こっちでバトルスイッチで縦に切り替えていく。ってことは、これそうだな、シンプルに影打ちとかでいいんじゃないかな。影打ちで相手は多分、シャドウダイブとかしてくるのかなって考えると、ここ影打ちして、あ、違うけど、ダイマかな、ダイマするなら。いや、影打ちしよう、ここ影打ち。そうで、このモルペコちゃんの説明戻るんだけど、モルペコちゃん、そう、ギャラドスは基本的にきつくて、そうで、ギャラドスにいいポケモンっていうか、電気タイプなんかおすすめのポケモンいないっつったら、見に来てくれてる、いつもね、見に来てくれる方が、モルペコ育成済みあるんで、あげますよって言われて、それでくれたんだけど、身代わりね。もう、最近さ、こういうポケモン多くない？なんかさ、その600族とかさ、その強いポケモンにさ、身代わりを持たせてさ、そのチクチク殴ってくるみたいなさ、もっとさ、なんかもう、広々とさ、伸び伸びとさ、戦わせてあげればさ、いいのにさ、こうやってさ、なんかもう、ちまちましたさ、受けループみたいな戦法をさ、強いポケモンにさせていくじゃん。でもこれは、今回ラプラスがいることによって、ラプラス、歌方のアリアっていうのがあって、歌方のアリアは、この身代わりとかを全部貫通して攻撃することができるんで、まあ、ここはちょっとラプラスに一回交換してから、そのなんだっけ、歌方ナリアで殴っていければっていう感じなんだけど、ここはただ相手視点
何していくんだろう、大文字とかあるのであれば大文字をしてくるとは思うんだけど、鬼火かな、たたり目、はいはいはい、あ、そうや、たたり目と、身代わり、鬼火とかもあんのかな、けど鬼火なさそうだよね。鬼火あるならここ鬼火打ってきそうではあるけど、でこっちが歌方のアリアがあるのは分かるとは思うんだけど、どうすんのかな、相手このここ、鬼火、あ、鬼火あるんだってことは、なんでさっき打たなかったんだ、普通にたたり目一発で落とせるっていう計算だったのかな、わかんないけど、まあ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 、ここはしょうがないな。けどね、ラプラスにちょっと大魔剣をね切りにくくなったっていうのは事実ではある。これでどんくらい削れるかな、うわ、あと2発殴って落とせるかなってくらいだな。いやけどそうだよね、食べ残しのことを考えるとギリあと3発なのかもしれんよね、もしかしたら。どうしよっかな。まあけど歌方ナリアでどんどんドラパを殴っていくしか今んとこやることがない気がするから、金縛りをしていく。うわ、これでなんだっけ、歌方ナリアが封じられる、歌方ナリアが出せない。どうしよっかな、めんどくさいなこのドラパルト。いやけどここは今んとこね殴っていくしかないと思うから、ここはもう殴っていきますか。ただ金縛りじゃなくて、そう、金縛りを積まれ続けるとちょっとめんどくさいことになるんだけど、たたり目痛えなーマジで。フリーズドライ、これちょっと早送りかもね、もしかしたら。場合によっては早送りをするけど、ちょっと待ってね。あ、そうね、ただここドラッパ普通に身代わり積んでこないで普通に殴ってからラプラスを倒せるから、ラプラスがどう考えてもドラッパの上を取ってるなんて、そんな夢物語は 100% ないんで、最速とはいえ多分ドラッパを抜かせてることはないっていうか、事実さっきまで抜かせれてなかったから、まあ向こうが先に動くんだけど、ここ多分相手普通に殴って倒すか、先に何だっけ、身代わりを積むかみたいなことを考えてるとは思うんだけど、ただここで俺ダイマしてもよかったんだけど、だ体力がないから、そう、多分ダイマしてもねワンチャン耐えないんじゃないかみたいな、ワンチャンっていうか多分耐えないんだよね、ここね。ラプラスがやられていく、ここのラプラスやられは正直言うとめんどくさい、本当にめんどくさい、どうしようかな。どうしよっかな。ここは、相手が身代わりをしてくるのであれば、こっちは影打ちをしたいんだけど、身代わりと影打ちってどっちがさ、先になるんだろう。けど、身代わりって別に先制技とかじゃないよね。ただ、こっち影打ちで一発で落とせるかなっていう話なんだけど、ギリ落とせそうな、落とせなさそうなんだよね。ドラパルト1個目でそうだよね。影打ち警戒で向こうは、こっちのあれを外すはずなんだけど、これ、ワンチャン、影打ちでパッチラ落とせたりしないかな。どうでしょう、影打ちでここで半分くらい削れてくれれば、オッケーオッケー、落とせる落とせる。ってことはこれもう影打ちでいい、影打ちでいい、もうノータイム影打ちでオッケーで、あーけどね、向こうが大魔だな、これ。負け筋大魔だわこれ、相手大魔すんな、頼む頼む、大魔すんな、これ大魔されるとマジでめんどくさい、頼む頼む頼む、すんな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 、気づくな、大魔をしたら勝てるっていうことに気づくな、頼む頼む。お祈り、お祈り、ポケモン基本的にお祈り、ジワリオ3発当てれば勝てるゲームだから、基本的にジワリオ3発すればこのゲーム勝てちゃうから、結局 30% を3回引くっていうお祈りをすれば勝てちゃうんで、結局最終的にはこのゲームお祈りなんですよ、もう本当にお願いします。大魔すんな、大魔するか、するよね、そうなんだよ。ただこっち、いやー、モルペコでさ、あの子なんだったっけ、あれをね落とせないんだよ、ドラパルト落とせないんで、これはバッチラ負け筋だな。いや、ちゃあ、そうだな、ダイマ読みでこっちもギルガルドにダイマをするべきだった。落とせ落とせ、ミッションシューボーイシュ。そうだよね、落とせないっすよね、これは食べたいない、せやねん。いやー、どうしよっかな。ただこれはモルペコを出して、あれで勝てる、あれなんだっけ、はたき落とすじゃなくて猫騙しで、とりあえずこのいまいましきパッチラゴンだけは道連れにすることができるから、これで猫騙ししていこう。だからこう猫騙しで、あれでこの美しいもうピカ様、しかも色違い、これがガラの姿のピカ様、まあどっちかというとなんかこう丸々とした姿で、さあ最近のアニポケのなんかこうスリムなピカ様じゃなくて、もうコビを売り始める前の美しい、その丸々とした可愛らしい方のピカ様のその体型をなんだろう、この再現しているガラルピカチュウなんだけど、はい、これでパッチラゴンはとりあえず突破するんだけど、
あと2匹がね突破できないんだよね。そう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 。でこの特性でフォルムチェンジが1ターンずつ変わってって、ハルペコフォルムと満腹フォルムだったかな、名前を忘れたけど、そうこれであのねオーラ車っていう特性技が、ガラルピカチュウ特性技があって、それのおかげでねこのフォルムが今のこのハラペコフォルムだと悪タイプで、もう一個のあの黄色いねいつもの方のフォルムだとね電気タイプになるっていうことで、しかも素早さが1段階上がるんで、まあ割とねこれが使い勝手良くて、一旦はあのタスキで耐えれるんだよ。タスキで耐えてそのオーラ車で餌あげて次も上から殴って倒すみたいな戦法もできるんで、なかなかここはね面白いポケモンではあるとは思うんだけど、お相手めちゃめちゃ考えるこの人。ドラパルトを出してくる。あ、そうだね。ただここは S が1段階こっち上がってないんで、ここでオーラ車を打ちたいんだけど、いやオーラ車打つかここ。いやけどなんかナメプして、鬼火ね、そうタスキ持たせてるからこのモルペコちゃん、あのね鬼火じゃなかったらよかったけど、まあまあとりあえずオーラ車でこれ落とせる、落とせますか、落とせますか、ナイス。いやーこの環境トップの方にいるドラパルトとパチラゴンを2匹沈める最強モルペコちゃんの姿を皆様にお見せできたんじゃないでしょうか。しかし火傷でタスキが潰れていくと、そしてこのキューティクルモルペコちゃん、お相手ヒヒダルマにしてくる。そう結局ねここがね勝てないんだよ、この圧倒的。いやけどこっちにはまだダイマックスがある、ダイマックス第3、なんとかダイマックスのこの3ターンでこのヒヒダルマを倒しきることできないですかね、なんとかお願いします、本当にお願い、勝ちたい勝ちたい。あのね俺ね、あのクソ余談なんだけど、配信ねこないだしてた時にあのねめちゃめちゃ連敗しまくって、ちょっとねもうランクバトル恐怖症になっちゃったの、集合体恐怖症、かわいすぎかモルペコ。そうランクマッチ恐怖症になったことによって、もうランクマッチのボタンを押すときに手が震えるようになってしまったんだけど、ここでモルペコに3立てをしてもらうことによって、この症候群をなんとか、あーギリ、この症候群をなんとか克服していきたい所存ではあるんだけど、ギリだな。ただこれ第3打バカ力、バカ力耐えて耐えて、はい対戦ありがとうございました。はい対戦よろしくお願いいたします。不思議花ね、不思議花ね、なかなかなんかいそうでいないポケモンナンバーワンじゃないね。不思議はな、なんか強そうだけど、正直何してくるか全然わかんないんだけど、なんだろうね、眠りゴナとかしてくんのかな。いやめんどくさいねけどね、どちらですよ。これカイジから来るかな多分。まあ、一旦先発モルペコ入れて、でモルペコが何がきついかなって考えると、ドリューズあたりがきつうございますの で、 でそうシャンデラとかも多分モルペコで殴れるわけなんだけど、いやー困るね、あと2枠ね。で物理、いや特殊多めなのかな、特殊多めで考えるとヒトムなのかな。ただヒトムモルペコってなるとどっちもドリューダーきついみたいな感じになっちゃうから、ミミッキュラップとかにする、これヒトムとか連れてった方が良かった気はするけども、いいや対戦よろしくお願いします。どこ行くねー。なんかさ、モルペコでさ、ギャラぶっ潰したろうかなとか思ってたんだけどさ、モルペコ使い始めた瞬間めっちゃ緑マシン太郎じゃん。で、ドリューズから入ってくる一番お相手したくなかったポケモンがやってくるわけなんだけど、型破りか砂かきかだけ見ときたい。型破り、そう。この型破りか砂かきか、最近砂かきのドリューズってなかなか多いから、この砂かきかどうかっていうのをちゃんと把握しとくのはマジで大事。そう、これで S 抜かせれるやろうとかって考えてたら、マジで砂かきで台魔されて、そう、砂かきでなんか、あ、やべえみたいなことたまにあるから、マジで。これは本当に気をつけた方がいい。で、これ、いや、ドリューズがめちゃめちゃ重いんだよね、正直、これ。で、タスキはあるにしても、ドリューズを飛ばせないと思うけん。いや、これはね、素直にラプラスに引いた方がいいかな。ただ、なかなかこの子、素早、あの、攻撃が高いから、ワンチャン、上取って落とせないかなっていう希望がね、一筋の希望があるんだけど、ただそうだな、いや、行くかこれ。オーラ車逃げ機で落とせませんかこれ、なんとか。で、相手は多分地震とかしてくるとは思うんだけど、オッケー、地震をしてくる。で、これでこっちがオーラ車を一撃積むことによって、素早さが相手の上を取れてることを切に願って、天に煽って、お願いします、神様と。煽ること、オーラルルルルで、
おお、いい火力出るね。そう、これでこっちの素早さが1段階上がっていく。で、腹ペコスイッチで、これ電気タイプになるんだけど、電気タイプは効かないから、ここ1回守るします。これ1回守って、相手の地震を1回防ぐ。で、守る、これで1回守ることによって、腹ペコスイッチ、危なが瓦割りを持っているってことは、これね、巨大マックスラプラスとかでもなかなかしんどい戦いを強いられてたんだけど、で、これで相手の素早さをこっちが抜かせてれば勝ちなんだけど、なんか変なポケモン、あードリューズを引っ込めていく。で、これなんだろう、シャンデラ、これシャンデラ、それローブシンだな、多分な。ローブシンが来る、なんか通常色、なんかね、ローブシン使ってる人、大抵ね、色違い使ってるイメージがあるから、なかなか削れませんね、これね。で、素早さが2段階上昇だから、もう一発上から殴れるわけなんだけど、これね、一回守って、無駄に相手の火傷のダメージを背負わせるっていう、ムーブをしますか、これで。で、火傷ダメージをちょっとでも蓄積させる、これで。モルペコちゃん、守ってください。いいですね、かわいい。お前の守るはもう最強、マハパンチを、耐えていく。あ、ただね、これね、ちょっと大魔のことを考えたら、ちょっとやばかったね。いやー、これ、けど、ちょっとね、めんどくさいな、正直言うと。素早さは確実にこっちの方が早いんだけど、オーラ車じゃ倒せないで、そうだね。いや、これは一旦ラプラスとかに引いた方がいいかもしれない。ミミッキュでもいいんだけど、ジャレのために化けのカバーを剥がすのは正直ちょっともったいない気がしてる。化けの、正直もう、ミミッキュは2回殴られたら終わりみたいなところがあるから、そう。化けのカバーが剥がされたら実質 C みたいなところがあるけん。あ、それマハパンチダメだわ。あ、危な。いや、ちょ、俺何やってんだ。ちょっと危ない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 。いや、これ大魔するしかねえな。いやけど、マハパンチって先制技か。いやけど、これ大魔しないと耐えねえぞ、正直。じゃあ上から殴るべきだった。いや、ここ守っちゃいけんかったかもしれない。もしかしたら飛ばさないといけなかった説はある、これ。いやー、けどこれ150でしょ。150ってことは、うわ、これやらかしたかもしれない。ワンチャンこっちの方が早かったりしませんかね、これ。で、歌方のアリアをすると相手の火傷が治るんで、火炎玉って一回火傷を消化したとしてももう一回燃えるんで、これ一回消化活動しようと思ったけど、そのマハパンチがあるんでした。ラプラス無駄死にすぎる、これ。ちょっとごめん、マジでラプラス。いやー、これいい感じにモルペコ活躍させてあげれたのに、ここで負けるのマジで嫌だな。どうしよう。いやーって、いやー、これミミッキュにするしかないか。モルペコを出したとしても何も今の現状は変わらない気がするから、いや待って、モルペコとか出る、いや、モルペコできる、モルペコでこう、これ一回あれをして、そうしてこうしよう。一回ここでまずモルペコちゃんで猫騙しをします。はい、まず猫騙しをして相手をひるませます。猫魂、ここで正直言うとドリューズとかに変えられると負け筋だった。で、ひるんで技が出せません。やけどでダメージが蓄積されていきます。で、ここで腹ペコスイッチでモルペコちゃんのあれが、オーラ車が悪タイプになります。で、ここで一回守るする。ここで守ることによって相手の火傷ダメージを蓄積させつつ、こっちの雷ダメージにしていく。そう、雷ダメージにして、あ、そうだ、マハパンチがあるんだって忘れてた。もう俺何回マハパンチ忘れんねん、マジで。どうしよっかな。いや、これ一回ミミキンするわ。モルペコはまだお前は死ぬべきじゃない。モルペコを戻します。モルペコを戻して川でマッハパンチを一回防ぎます。で、これ、ワンチャン影打ちとかで、あれになりませんかね？影打ち圏内とかならんかな？あ、そうだ、そうそう。で、いやー、影打ちで落ちるかな？これ。落ちなさそうな気もするけど、いやけど、一回これ、剣舞も、ありっちゃあり。剣舞、いや、剣舞しないとダメか、逆に。剣舞するか。そうだな、これ、一回剣舞するわ。剣舞して、で、相手の火傷も蓄積させつつ、で、マッハパンチは効かないから相手は普通に殴ってくるしかない。で、型破りでもないから、ここは、悠長に一回剣舞をする。しっぺ返しを、化けの皮で剥がされの、で、ここで、影打ちで、多分、ドリューズと、このマッハパンチマンを倒しきれるはず。そう、ここはまだ大魔しない。もう大魔しちゃダメ、ここは。影打ちします。影打ちします。影打ちでこれで落とせなければ勝ちだし、じゃあ落とせれば勝ちかな、わかんない。落とせれば、とりあえずまだ勝ち筋ある。オッケー、落とした。で、次、これ、この次なんだけど、この次、ドリューズを落とせるかなんだよね、問題は。そう。で、相手の方が早いと思うから、ここで影打ちで落とさないといけない。で、ダイマックスをするとダメ。ダイマックスをすると、誰それ。不思議バーナー。そうか、不思議バーナーか。じゃあこれダイマックスするか。これいやーけど向こうも多分ダイマックスしてくるけど、いや、しゃあないで、これダイマックスします。ダイマックス大フォローするわ。はい、ダイマックス大フォローを。で、多分向こうもダイマックスしてくるとは思うんだけど、一撃で落とせたりしませんかね、なんかの間違いでね。
で、ダイマックスして、いやちょっと待って、頭フル回転させてんだけど、なかなか勝ち筋が見えない。不思議花か。なんか他のポケモンならね、まだワンチャンあったんだけど、不思議花か。なんかの間違いでダイマックスしないみたいなことありませんかね。いやけど、ここでダイマックスしなくても、結局、モルペコを出した時に、ドリューズに太刀打ちできないから、ここでドリューズしてくれれば、まだ勝ち筋はあったんだけど、ここで大魔をしてくる。そうだな、結局、いや、ドリューズで終わりか。これドリューズで終わりだな、多分な。いや、モルペコをな、最高に活躍させてあげれたんだけどな、冒頭の方な。うわ、不思議花かっこいいな。ちょっと俺も、不思議花今度育てるわ。妙カエル花、妙な花生えてる、なんかカエルがおるでみたいなノリの、もうね、お尻とか完全に 花じゃない、完全にあるららやめ、ね、てかちょっと待って、割と削れた、これ研磨しない方が良かった説はある。正直言うと研磨せずに大草原をなんかの間違いで耐えてくれると、私的には非常に嬉しゅうございますわけなんですけど、耐えます。いいねってことはまだ全然勝ち筋ある、勝ち筋ありんす。ただそうだな、ドリューズを抜かせれてないっていうのが正直痛いところではあるんだけど、で、あ、わかった。これ、あ、けど、バナって割と早いもんな、素早さ。あのね、もしかしたら、ミミッキュをここで倒されないと、負け筋かもしれない。ここ、正直、ダイマー負け筋だったかもしれん。ここで、オーラ車を積んでないと、次のドリューズを抜かせれないから、いや、待て。いや、わかった。ここ、ダイボールだ。ダイボールして、ここ、ダイボールで、次のターンで、この人を倒すことで、こっちの大魔ターンが切れる。これまだ1ターン目だよね。うん、大丈夫。で、ここ1ターンダウール。で、大魔ターンが枯れるから、次の、なんだっけ、ドリューズさんの攻撃で、ドリューズさんの攻撃を陰打ちを打つことができる。で、その陰打ちで、なんとか猫騙し圏内とかに連れていけないかなっていう目論みがあるんだけど、どうだろうな。ちょっと頼む。もう、なんか、もう、今年一頭働かせてる、今。ちょっと頼む。で、これ大放浪で確実に落ちる。で、負け筋は、あ、そう、大ウォールなんだよ。負け筋大ウォール。いや、まだ負けてない。大放浪を、ただここら辺陰打ちをすればいい。なんなら、これがさらに、勝ち筋かもしれない。これがさらにこれによって勝ちが確信に変わった可能性もある。全然めっちゃ回復すんなこいつマジで。黒いヘドロとなんか緑色のヘドロでめっちゃ回復していくんだけど、これダイオール、ただ素早さはこっちの方が早いから。でスカーフを巻いてるっていうこともないってことは、あ、まあ、ではスカーフを巻いてたとしても鍵打ちでこれは確実に落とせるけん鍵打ちをします。でここで何かの間違いでドリューズに引いてくれれば、それはそれでもう最高の展開だったんだけど、全然いい。いやこれ勝てるでしょさすがに。で鍵打ちをして、はたき落とすじゃね、もうガルーラ、メガガルーラも涙目のこれ猫騙しをしていく。これで勝てる。いや、いける。お願いします。頼む、マジで。お願い。いや、いける。頼む。いや、これ勝ちでしょ。ちょっと。いや、っていうか、違う。もう猫騙しをせずとも勝てるって、これは。でも、駆け打ちでいいもん。頼む。今、ちゃんと俺、駆け打ち押したよね。よし、勝った。対戦、ありがとうございました。モルペコ最強。